はい、どうもこんにちは、モトです。レックーザ VMAX スペシャルアートが徐々に高騰してきていますが、私はやはりこのカードたちに大きな期待をしています。それはリザードンです。本日はリザードン特集をやっていこうかなと思っておりますので、参考程度に聞いていただけると嬉しいです。私事ですが、今年でチャンネル登録1500人を目指しております。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは紹介していきます。購入は自己責任でよろしくお願いします。1枚目はリザードン V スター SAR です。メルカリでの高値では約3000円での取引がありました。購入相場的には1700円から2800円での取引がありました。2枚目はリザードン V スター HR です。高値では約5800円での取引がありました。購入相場的には4300円から5700円での取引がありました。3枚目はリザードン V SSR です。高値では8500円での取引がありました。購入相場的には5000円から8300円での取引がありました。4枚目はリザードン VMAX SSR です。高値では約1万4000円での取引がありました。購入相場的には1万円から1万3000円での取引がありました。5枚目はリザードン EX SAR です。高値では1万3000円での取引がありました。購入相場的には1万1000円から1万2500円での取引がありました。6枚目はリザードン V スペシャルアートです。高値では約1万5000円での取引がありました。購入相場的には1万円から1万4500円での取引がありました。7枚目はリザードン25周年です。高値では約2万4800円での取引がありました。購入相場的には1万5000円から2万2000円での取引がありました。8枚目はリザードン EX SAR です。高値では2万2500円での取引がありました。購入相場的には1万9000円から2万1000円での取引がありました。9枚目はポケモンカードクラシックリザードンです。高値では1万5500円での取引がありました。購入相場的には1万2000円から1万5000円での取引がありました。最後はリザードン EX SAR です。高値では約2万2200円での取引がありました。購入相場的には1万9000円から2万1000円での取引がありました。過去の高値のリザードンは紹介していませんが、紹介したカードたちはポケカの下落とともに少しずつ買いやすい値段にはなってきていますね。私は151のリザードンは欲しいため、もう少し価格帯が下がってくれればと思っております。皆様はどのリザードンがお好きですか？コメント欄へよろしくお願いします。今後ポケモンカードに関する情報を発信していきたいと思いますので、よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ここまでご視聴ありがとうございました。